滝っていう情報はあったけどさ、サップができるとか。そうね、春ぐらいで暖かくなれば、もうサップぐらいなら結構楽しめるんじゃないかな。あ、ほんと。車でちょっと移動したところにあるんだね。ちょっと移動して、サップめっちゃ楽しいと思う。自分もまだやってないけど。あとそれこそテント張ったキャンプもやれてるみたいな。テント張ったキャンプ。春休みとか、そういう長期期間はイベントとかもやろうと思ってて。例えばどういうこと？例えば、決まってるのであったら、もうゴールデンウィークは、大学生、大分大学と APU 学生とか、大分周辺の大学生集めて、そういうなんかゼミとかで農業体験とか、そういうゲストハウスとかキャンプを作ってるみたいな学部があるらしくて、そことちょっとつながり持って、まあ、1泊か2泊で20人ぐらい泊めて、まあバーベキューしたり、まあ、いろんな滝行ったり、あとはなんかその将来のこれからどういう風に生きていきたいかみたいな、みたいなのを話す時間を作ったりとかよりっていうのをやっていく。これちょっと強いところね、大学関係はね。平太郎もサークルとか行ってたってやつね。でも20人とか泊まれる？もうそれに関しては、雑魚寝で。雑魚寝で、まあ、大学生で、女の子だけ鍵付きの病室があって、そっちに入ってもらって。そこ雑魚寝で何人寝れる？雑魚寝だったらもう、15人ぐらいは。あ、結構寝れる？和室で行けるから。和室で15人ね。和室で。2部屋あるから。それで、広さで言ったらまあまあ広いから。鍵室は？まあ、そこもう4、5人なら入るから。ああ、なるほど。雑魚寝でいいなら。雑魚寝でいいんだね。っていうのを今、計画だった。まあまあいいね。楽しい。まあなんかゲストとかも呼んだりして。知り合いのシンガーソングライターで、まあなんか昭和町っていうのが近くにあって、ゴールデンウィークに、まあ、自分たちで舞台作ってライブとかして、そこでお金もちょっと集めて宿泊費を大学生ちょっと安くするみたいな。今企画してるんだ。あ、じゃあそこでライブイベントやろうかな。ライブイベント。すごいね。でまあ、いろんな生き方してる人たちを集めて、こういうのも参考になるよねみたいな話を。例えばベンちゃんとかね、それこそね、まあ、大学生にできれば、まあ、可能性広がるんじゃないかな。それもいい機会よね。まあ、でも一回社会に出て、あ、こっちがいいってなっても動ける人ってめっちゃ少ないから、もうなんかそれなら最初の段階で知ってた方が、興味ある人は。その人にとってはありがたいよね、興味ある人にとってはね。だから興味ある人をそのイベントでは集めようかな。その人からしたらありがたいよね。俺もさ、本当最高やね、ここ。昔から好きなんやけど、田舎は、この年になってさ、でこういう今世界情勢とか考えた時に、より田舎への関心、とにかくね、畑やりたいんよ。めっちゃいい。